南スーダンの首都ジュバから西へ、国連 PKO アンミスの車両が200メートル以上に及ぶ長蛇の隊列を組んで進んでいきます。グレーダーと呼ばれる地ならし機や土砂を掘削する油圧ショベル、このような大型の重機が牽引車の上に積載され運ばれていきます。こうした特大ダンプカーなども含めると車両の数は10台以上に上ります。首都と西方の町をつなぐ幹線道路を修復するプロジェクト、この任務を任されているのが国連 PKO 部隊の一員として働く日本派遣施設隊の第11次隊です。青森市の陸上自衛隊を中心とした部隊で、およそ350人がジュバで働いています。この日は30人以上の隊員が道路補修に参加していました。朝7時半に出発して2時間後、まずたどり着いたのは幹線道路沿いにある採石場です。ジュバから輸送してきた油圧ショベル、グレーダーが牽引車から降ろされ、ここでマラムと呼ばれる砂を確保します。ここで威力を発揮するのが油圧ショベル。壁面の砂を崩し、すくい取っては次々とダンプカーに砂を入れていきます。日本隊が地元のルリ郡という地方自治体の郡庁に働きかけ、地元政府の行為でこの場所で土砂を入手することができました。1時間後、すべてのトラックに砂を積み込みました。さらに西へと進みます。首都ジュバを出発してから5時間後、距離にして約30キロほど行ったところでようやく工事現場に到着しました。早速道路に点在するくぼみに運ばれてきた土砂が注がれていきます。小隊長の成田徹さんに補修作業を行う現場の活動を説明してもらいました。こちらの状況については当初、こちらの方に今マラムがある位置、こちらはずっと大きい穴が開いておりました。でこちらについては当初グレーダーで削り出しをして、今の地盤の高さにまず出します。その後ダンプを使用してマラムを敷き鳴らし、でマラムを入れて徐々にグレーダーで路面を成形していくという流れになります。成田小隊長はグレーダーがこのような道路整備に最適な施設機材だと述べています。道路というものに関しては真ん中が一番高い形になります。そこからある程度の勾配というものをつけます。角度をつけるために今ブレードを角度をつけております。真ん中を高くしてとブレードの角度をつけて 3% か 4% 角度をつけてかけていくと、それによって表面排水というものができます。雨が降った場合に道路が水が道路の真ん中にたまらないと、それによって横に流していくと。道路補修と合わせて日本隊の隊員が交通統制も行います。この道路については大型トラック、またバス、また現地の車両等通行しますので、その際については交通誘導を配置して安全管理に万全を期して、事故がないよう万全を期しております。また首都ジュバの外で行われる施設活動についてはアンミスの歩兵部隊が必ず同行し、施設部隊保護の任務に当たります。この日はインドの歩兵部隊から30人余りの隊員が同行していました。As you saw, there was no untoward incident or activity which we could notice. So it was more of smooth and calm. Even people all around, including SPLA and SSPS, they were friendly and neutral. So there was nothing much to report. このような幹線道路の修復は国連 PKO にとっても重要な業務の一つです。支援を必要としている南スーダンの人々へ、人道支援団体が援助物資などを速やかに届けることができるよう安全な環境を整備することが、この PKO ミッションの大きな役割です。またこのような活動を通じて国連職員や援助団体の移動の自由を確保しています。国連南スーダンミッションアンミスから依頼を受け、日本隊が実施してきたタスク業務と呼ばれるこのような修復活動は、第1次隊から現在の第11次隊まで過去5年間で延べ550件以上に上ります。これに対して地元の人々はこのように述べています。南
地元のバスの運転手は平坦になった道路のおかげで生活が少し楽になったといいます。我々が道路工事中にやはりその道路工事をすることによって現地の方の車が通行しやすくなると、それに伴って現地の方が車を止めてくださってわざわざありがとうという言葉を我々いただきました。その言葉に我々非常に励まされて工事の方を実施しております。3月に日本政府が派遣施設隊の撤収方針を決定したことで、地場市街へ出て実施する補修活動はこの幹線道路の工事が最後となりました。地場に駐在する日本大使館の木山雅彦大使は撤収の理由として、南スーダンの国づくりプロセスが新たな段階に入りつつあることを挙げています。国連は昨年、首都ジュバの治安改善等を任務とする新たな地域保護部隊の創設を決定しました。まもなく部隊の展開が開始されるところです。また南スーダンでは衝突解決合意の履行進展に向けて昨年国民対話の実施を発表しました。これも間もなく開始されるところです。一方で自衛隊の施設部隊の活動はこれまで最大規模の実績を積み重ねてきました。首都ジュバの施設活動は一定の区切りをつけることができるものと考えています。木屋大使によると、2012年1月以降南スーダンへ派遣した PKO 要員の数はおよそ4000人に上り、25年間に及ぶ日本の PKO 活動の歴史の中でも最大規模のものとなっています。また5年間という派遣期間も施設部隊の派遣としては過去最長となっています。これまで第1次隊から11次隊までに補修した道路の全長はおよそ 255km。 また5年間で日本隊が整地した土地の総面積は約52万平方メートルで、これは東京ドームおよそ11個分以上の広さとなります。一方、木屋大使は今回の撤収が日本の南スーダンに対する支援の終了を意味するものではないと述べ、今後もさまざまな形で南スーダンの平和と安定、国づくりに貢献していくと話しています。日本派遣施設隊第11次隊の隊長、田中義郎一等陸佐です。田中隊長はこれまでの日本隊の活動を振り返ると一貫した共通項があるといいます。1次要員から11次要員までいろいろな活動をやってまいりまして、その活動の中身はそれぞれの部隊に応じて異なっておりますけれども、その中でやはり一貫しているというのは、我々はその南スーダンの人たちのために、南スーダンの発展のためにアンミスの一員として活動しているんだということは一貫していると思っています。南スーダンの人々のためにという思いは撤収準備が急ピッチで進む中、それでも現地の人々に日本の技術を伝えたいという隊員の姿勢によく表れていました。オイル上がりとかがあると、これオイル関係がここ点灯します。日本隊は4月上旬、地場市内の職業訓練センターで発電機とエアコンの修理方法の研修を2回にわたって行いました。今回日本隊が注目したのは、初心者に訓練を行うのではなく、この訓練センターの教官10名にトレーニングを実施するということでした。ぜひ我々が今回南スーダンのこの職業訓練センターの教官の方々にこういった技術ですとかノウハウをお伝えしてますので、我々が伝えた技術ノウハウをですね、南スーダンの人たちに幅広く伝えていただければと思っております。研修生もこのような教官を対象とした訓練が南スーダン全体に役立つと話しています。 Because we are instructors, then the knowledge we acquired here impact us skill enough to train now our local people here in the countries. So the benefit is great. リスクがかかると自動的に高速に回転に切り替わります。このような技術支援や道路整備に加え、日本隊が行ってきた活動は多岐にわたります。千葉大学のサッカー場の整備、現地の空手団体との交流、現地の女性に向けた護身術なども行いました。1000人を超える地場大学の学生の前でアンミスの最高幹部から日本隊の貢献が称えられる場面もありました。 I want to acknowledge in particular the Japanese engineering contingent, the company that has done the works out here on the football field. They do a great job around the streets of Jubik. They are working very hard to try and
make some difference to here in Juba. I would like to emphasize that.田中隊長は、すべての活動がいい思い出だったとしながらも、特に南スーダンの人々との交流が思い出深かったと話しています。今回、南スーダンを去ることになりますけれども、日本隊の活動が南スーダンの人たちの心にいつまでも残って、思い出していただいたりとか、我々の活動が南スーダンの発展の将来の発展のために少しでもお役に立てればというふうに思っています。また撤収にあたり、日本隊が保有する装備品の一部や宿営地の一部をアンミスに譲渡する予定だと話しています。装備品の使い方、整備の仕方、日本隊の宿営地にあるその生活関連資材の使い方ですとか整備の仕方というものをしっかりとアンミスにお伝えをして、少しでもアンミスに貢献できるようにしたいというふうに思っています。日本隊についてアンミスで働く職員にも話を聞きました。道路整備については我々ほとんど毎日国連ハウスとそれからトンピン基地を往復しておりますが、でココボコビーチがまっすぐな道になってかなり助かったという意見を多く聞きますので大変感謝されております。国際社会において非常に重要な役割を果たしている日本、そして国連においてもよく大きな役割を果たしている日本が、この国連の中心的な活動である平和維持活動、これに参加しなくなることは国連の立場から考えると非常に残念に感じます。今回こういう撤収ということになりましたけれども、また別の機会に同じ国連参加で共に働ける機会があることを期待しております。 I want to thank the Japanese engineering contingent for its contribution to UNMISS.These men and women are hugely skillful and have worked diligently in often difficult conditions. The improvements they've made to roads in particular have benefited the South Sudanese people, and I believe those people are hugely grateful for that. We'll miss their positive outlook and enthusiasm, and I'm happy to know that Japan will continue supporting South Sudan in other ways. 5年以上にわたる貢献ありがとうございました。どうもお気に。5年という節目を迎え、最後の隊長となる田中一等陸佐、その心境を聞いてみました。今回5年を超える活動の最後の舞台と、そして最後の隊長という光栄な機会を与えていただきましたので、残された期間、引き続きアンミスの一員として、南スーダンの発展のために貢献していきたいと思っておりますし、今までの我々の活動に対して、いろいろとご支援くださった南スーダンの人たちに心からお礼を言いたいというふうに思います。最後まで南スーダンの人々のために、そのような思いとともに5年余りに及んだ活動を終了する日本派遣施設隊、現場の士気も最後まで高そうです。最後まで頑張ります。頑張ります。気を引き締めて頑張ります。待ってる家族のために頑張ります。安全に注意して頑張ります。三月、お父さん頑張ってます。残り少ないんですけども、南スーダンの国のために一生懸命頑張って、残りの派遣期間も頑張っていきたいと思います。以上です。